今行きたい場所っていうのはあったりしますでしょうか。 NY あニューヨーク、あいやノンストップヨーグルトですね。ノンストップヨーグルト、そしてあとはワシントン DC。 ワシントン DC、 はい、あいや違いますね、ワシントンドッグキャットですね。犬猫、はい、動物がお好きなんです。あんまり好きじゃないですね、臭いんで。ペットって飼ってらっしゃいます？ペットは飼ってないんで、ね、臭いんで、あまり飼わないようにしてますね。飼いたい動物とかあったりしますか？いやー臭いんであんまり飼わないようにしてますね。ウサギは臭くないって言われて、友達にウサギをもらったんですけど、はい、臭いんですよ。なんであまり飼わないようにしますね。めちゃくちゃウサギだってすごい臭いですよ。ウサギ、はい、臭いですね。臭くない動物もいるとは思うんですけども、ヘビとかトカゲとかも臭くないって言われたんですね、はい、餌が臭いんですよ。初恋っていうのはいつだったかって教えていただいてもよろしいですか？これは本当にちょっと照れてしまうんですけども、はい、51ですね。うちのタミさんが初恋の相手、初めて恋をしたのがタミさんですね。1月から12月まで1年のうちで好きな月ってあったりします？難しいなぁ。2,4,6,8,9ですね。偶数っていうわけでもないですね。はい、10じゃない。それか、まあそれか第二候補は1,3,5,7,8ですね。特に好きな月、誕生月だったり、神さんの誕生月だったりあったりしたら、それって聞いてどうするんですか。何かそれでワイルドさでもしようと思ってるんですか。私の一番好きな月を聞いて、詐欺や不正融資、何かを考えてらっしゃるんですか。好きな月じゃできないと思うんですけども、そこから暗号を叩き出し、人の銀行口座に入って、はい、そこからお金を引き出そうっていう魂胆ですか。魂胆か非魂胆か、どっちですか。非魂胆です。安心しました。じゃあ好きな月一つだけ教えていただいていいですか。1月です。1月